外事の次世代護衛艦クマノがついに公開されたという情報をキャッチしました。今回はこのクマノについて見ていきたいと思います。少人数化に成功で海上自衛隊の連携が変化してきますね。2022年春は1番艦もがみと2番艦熊野が就役を果たしました。12月には3番艦の死、ロも就役を迎えたもが美型護衛艦ですが、今年も順番に建造中の艦艇が就役することが予想されているようです。2023年3月には4番艦三熊、そして12月には5番艦矢作が就役する模様ですし、6番艦阿賀野も昨年末にすでに進水を終了していますから、毎年2隻ずつの実戦配備がしばらくの間続いていくことになりそうです。このもが美型護衛艦は海上自衛隊における最新鋭水上戦闘艦として、現在まで22隻の建造が予定されています。ここ近年を見ても例外的に1種類の艦艇で多くの数を購入することが決定しているという艦艇で、今後の海上自衛隊の中核を担うことになる艦艇と思われます。ちなみに、これらの名前ですが、日本国内の河川の名前から取っているようですね。も、が美型の最上は、山形県の母なる川ですし、熊野は、和歌山県の熊野川、能代は、秋田県の能代川、三熊は、九州の筑後川の河川、矢作は、愛知県の矢作川、阿賀野は、福島県から新潟県に流れている阿賀野川に由来する名前と思われます。昨年末2022年12月、現岸田政権は、安全保障関連3文書の改定と内容の閣議決定を行いましたが、内容としては、昨今の日本の置かれた安全保障環境の悪化を反映したものとなり、大幅な防衛費支出増を打ち出したものとなりました。この決定を受けた海上自衛隊は、護衛艦54隻、うちイージス護衛艦10隻、イージスシステム搭載2隻、イージスアショアの代替、潜水艦22隻、現行と同様、哨戒艦12隻の体制を整備することに決定されました。この中で特筆されるものといえば、最後に挙げられた哨戒艦12隻ですが、これまでとは異なり、全く新しい範疇の艦艇として登場したと言えるでしょう。各種護衛艦よりも小型で、警戒や監視等の軽微な用途を専門に担う艦隊ではないかと思われます。試験ですが、こういったコンセプトのもとに作られた艦艇というものは、海上自衛隊の護衛艦というより、むしろ、海上保安庁の巡視船に近いものではないかと考えます。つまり、中国海峡局が傍若無人と言えるほど、好き勝手に振る舞っている、尖閣諸島周辺海域等の警備強化につなげる意図があるのではないかと推測されるのです。それ以外は、潜水艦隊22隻体制は、現状維持とは言えますが、今でも、毎年1隻ずつ、新造艦が就役している状況ということを鑑みると、給食艦艇が練習艦等に回されて、数的には減ることになるのですが、実質総数はプラスが続くだろうと予想しています。そして、何かと物議を醸し出すことの多かったイージスシステム搭載艦については、最終的には、通常のイージス護衛艦並みの規模艦で、ミサイル防衛を担う艦艇にすると、決着がしていて、それ以外の兵装にも注目が集まっているところでしょう。与党自民党の代議士の中には、以下のような発言をする人物もいるようです。つまり、イージスシステム搭載艦には、ミサイル防衛用迎撃ミサイルだけではなく、対地、対艦用の長距離攻撃用と、
当初防衛用の兵装も実装すると述べているのです。これがどれぐらい実現されるのかも気になるところです。さて、護衛艦54隻体制ということですが、現在8隻を保有し、運用中のイージス護衛艦については、前述の安全保障関連3文書に2隻増が盛り込んだので、合計数10隻となります。逆に言えば、イージス以外の他の護衛艦が44隻とみなすことになります。その44隻の護衛艦の中で、モガ、ミガタ護衛艦は22隻建造される予定と言われているので、通常護衛艦の半数を占める計算になります。ということは、海上自衛隊が、モガ、ミガタに寄せる機体の大きさを示すものと考えられますね。モガ、ミガタ護衛艦のサイズですが、基準排水量が3900トン、満載排水量が5500トン、全長 133.0m、最大幅 16.3m、深さ 9.0m となっていて、海自発の艦首記号 FFM が与えられた艦艇ということです。モガ、ミガタ護衛艦が直接の後継艦とした阿武隈型のサイズが、基準排水量2000トン、満載排水量2900トン、全長 109.0m、最大幅 13.4m、深さ 7.8m となっていて、沿海域警備が主な任務となっていました。阿武隈型と比較するともが、ミガタ護衛艦は、排水量、縦横ともに大型化していることが一目瞭然ですよね。ちなみにもが、ミガタが、海自としては、初めてもらった艦首記号の FFM ですが、フリゲート艦を示すものです。かつ、多目的、マルチパーパスで、対機雷戦闘、マインに対応するという意味が込められているとされます。も、が、ミガタは、従来型の沿海域警備用の阿武隈型護衛艦とは想定される用途が、大きく異なっています。近年は、海軍艦艇同士の直接の交戦は減っている傾向にありますし、対機雷戦闘も同じようにみなされてきましたが、これについても認識の変化があるように感じられます。対機雷戦闘を行う戦力は、海自でも従来は掃海艇の任務と定義づけられていたと考えられますが、そうした小型の専用艦艇ではなく、ある程度の規模を持つもが、ミガタに、そうした能力を与えたことが、ポイントということになるでしょう。というのは、現在、日本の領海防衛の中で、最も注力すべきと考えられている、尖閣諸島を含む南西諸島防衛という、喫緊課題に対して、その近辺を海上封鎖されること、逆に封鎖を行えることという両方へ対応する必要が生じているためと推測されます。台湾有事をはじめとする中国との軍事的対峙を想定した場合、海自としてはどうやって南西諸島の島々に中国海軍艦艇の接近を阻止するのかが大きな課題になることと思われますが、その対応の一環をもが、ミガタ護衛艦が担うことになるのでしょう。一例ですが、中国海軍側が南西諸島方面で機雷を使用して海上封鎖を行った場合、その除去を行いつつ、逆に中国海軍艦艇の接近阻止のため、機雷の敷設を行う能力を、モモガ、ミガタ護衛艦が有していることが果たす役割は非常に大きいと思われます。モガ、ミガタ護衛艦は、ステルス性獲得に注力したことを武器に、対機雷戦闘を行う海域へ進出し、その除去と敷設という、侵略の作業を実施することができる艦艇として、南西諸島防衛に力を発揮する存在とみられます。兵装としては、62口径の MK36 単装砲1機、MK41VLS、
垂直発射艦16セル4連装の17式艦隊艦誘導弾発射機2機3連装の 324mm 単魚雷発射機2機等が、三方護衛艦に設置されると予定されているようですが、艦の大きさに比すると格別重兵装というわけでもないのです。上記の兵装の中で、主兵装と位置づけられる MK41VLS 垂直発射艦16セルですが、搭載するミサイルの選定に時間をかけると見られることもあって、当初は後からの装備に回されたので、さほど対艦戦闘に重点を置いたとは言い難いようです。こういった対艦攻撃などの役割は、兵装が充実している汎用護衛艦やイージス護衛艦に任せ、もが、三方護衛艦は、対機雷戦闘や警戒、監視などの任務を主としてこなすことが想定されていると考えるべきでしょうか。も、が三方護衛艦で特筆すべきポイントは、乗組員定数が、たったの90名という部分です。この数は、イージス護衛艦の約300名と比べると、はるかに少ないということは、言うまでもありませんが、もが、三方より小型な阿武隈型護衛艦は120名ですから、それよりも少ないということになります。そのため、通常のもが、三方護衛艦の運航管理に携わっているのは、たった4名体制とされています。この事実は、近年の海上自衛隊が、組織として慢性的に抱えている乗組員の充足という大きな問題に対して、回答一つと考えられているのです。とはいうものの、その反面もが、三方護衛艦クラスの規模の艦艇にとって、90名という乗組員総数は、一人当たりに求められる任務の量と質が非常に大きいという指摘もされているので、今後実際に運用した経過で、その有用性が試されることになると思われます。また、水上戦闘艦だけでなく、軍艦として非常に重要な要素の一つとされるダメージコントロールに関しても、艦艇が物理的な損傷を負った場合、その多くが初動の人手による対応が鍵も言われていますが、その部分も不安視されているところです。実例がありました。2022年に始まったロシア・ウクライナ戦争ですが、ロシア黒海艦隊機関のミサイル巡洋艦のモスクワが、ウクライナ側のミサイル攻撃の後、結果的に沈没したという例です。これに関しても、ダメージコントロールの重要性が指摘されたのでした。